います。6月開始いたしました、電撃文庫ファイティングクライマックス3月21日稼働初期を抜かせばこれが第1回にもなりますね。公式的な、はい、3日経ちましたかな、それぐらいでやっていきましょう。はい、では電撃文庫ファイティングクライマックス祭が始めたいと思います。はい、皆さん拍手お願いします。はい、いいよ頭悪くねえよ。はい、じゃあ1回戦いこう。今回8人だからね、ラグだわ。1回戦、ヤスくん、ヤスくんさん、ヤスくん、ヤスくんと海津さん、ヤスくんいる、ヤスくん、はい、ヤスさん、あ、もう大会です、お願いします。はい、ダメですよ、自分の場になったら全部申し上げますけど、ステキしてください。で、こちらもじゃんけんして、ワンピーかツーピーかを決めてください。勝ったらどっちにするか、了解です。はい、ワンピーガーさんのがヤスさんとヤス君とツーピーガーさんのがウミさん。勝てると思ってるわけ。いや、まあ僕もね、ちょっと触りました。僕はアスラとして参加します。てか昨日も前も参加したっすね。こっからだっての。いや、さすがに稼働しときは難しかった。ヤス君がロリって書いてあるけど何のキャラを持ってるのか。ロリ2人いるしな、これ3人か。シャーナが頑張っちゃいますよ。私は遠発尺弾の打ち手、はい、まあ、シャーナからの運転をね、我は天狗の打ち手、シャーナですね。さあ、アシストも黒猫と何だったかな、 KGKK でいいだっけ確か。いや、よろしくお願いします。 KGKK って俺最初わからなかったよ。そうそう、ゴールデンタウンとかね、本当に知らないんですよね。さあ、やっていきましょう。今シュート危険で飛ばしながらバスケがやっていく。見えが、うん、あれ見えの打点高いよね。見えだもん。あー、センスのあるショール入れて下 AD で状態付きの攻撃ですね。バンディ入れていく。さあ、パワーアップとして先に取っていく。パワーブロックはちょっとサポートでバンディに回復しましたね。当てても大きいです。さあ、で、中段エランがゴール。しっかりとセーフが出ている。テーダが早すぎるこのゲーム。さあ、行こう。さあ、波動連続でいく。 A からレッドで LSL。 ごめん、今俺頑張ってるから。諦めません。はい、 A から投げていく。ダウンロードで少しをダメージをしていく。もう全然ないですよね、このゲーム。到着はちょっと長いですけど、早いですね。どうか、あ、バスト、うわ、バスト、スピードブラストだよ。触りに行く。さあ、木管触りに行く。え、何、違うよ。さあ、スカルの KD ゲームが攻撃に行く。固めて、なんかいろいろギャグに行く。さあ、木管攻められるか。このゲームディレイめっちゃ効くからね。さあ、リーチしたら負けてきてしまった。ということで、ウミツさんのシャーナの勝ち、おめでとうございます。はい、次、恋姫おじさんとデモさん、ユージと向き合う。どんどん行こう。本当の私として、ワンピーガーソランのがデモさん、ツーピーガーソランのが恋姫おじさん。恋姫おじさんっていつも関根さんだったけど、今回はね、はい、襲名されました。今回のクリスオールさんは違いますね、ヤマニーさんですね。はい、アスラです。デモさんは、はい、トモがモッサンですね。これより作戦指揮を取ります。頑張っちゃいますよ。あ、ごめんね、そっちのモニターの方ではリアリは切れるんですよ、ごめんなさい。あ、大丈夫、録画の方は切れてないと思うんで申し訳ないです。さあ、やっていきましょう。お互いに触ってるね、やっぱ。決命騎士団副団長アスラ、参ります。やってみましょう。今闇から逃れられない。クロネコは高校用というよりも立ち回り用でいいのかな。ここから A 連かな。さあ、アイスエイジが止めなく光っていく。グーダン、アイダンステージ、しっかりと拾わしていく。できる、かっこいい。さあ、ダッシュのシーンからすごい、まずダウンを持っていく。
マンゲルで3を取られると美味しいですよね。投げない。私に逆に投げていく。しかし逃げてくる。さあ、勝ち目、耳だ。私は聖天使神一緒だから多すぎ。私には煉獄に行くんだ。煉獄に行くんだ。煉獄に行くんだ。バッグのね、マネリ、ダウチ。これは乗り合う。バッグの攻めで行くんだ。煉獄の火の役を行くんだ。ダブダブ。あーっと、これは、まあ、リフレクトでしたね。それしたかった。ラウンド2。ファイト。ゴークサルがよくあるね。まだ行けない。接近を。このゲーム、地上技はね、空中ガードできませんから、ああいう状況だったら、パッシブッティがリフレクトアドバンスが取れちゃうんですね。今の私は聖天使神。今の最近、ある程度、固めつつ、パッシブが続く、説明が突き通しました。はい、ハロー。私に任せて。これですよね。しっかりと見、次から、頑張って。今の私は聖天使神。絶対だね。そんなに出るぞ、これ。まだ戻ってる。一発の当たると、押すんで、エリアル確定ですね。はい、今の私は聖天使神猫だ。おー、マジで絶命。10番、これは魔法。魔法しかやってあげるわ。いけるわ、金は絶滅症。あー、ちなみに歩いてても召喚はね、サポートやると1点使っちゃうんですよ。その辺要注意です。ということで、小泉森さんの後の勝ち、おめでとうございます。そうなんだよね、このゲーム通常でも出してノーゲージ出せるよって言うけど、何もしない状態だね、本当に。今までずっと暮らしてきたみたいな。はい、次、ラッキークローバーさんと花田さん、花田さん、ラッキーラッキーラッキー単体でもなんか犬にも聞こえるし、まあいろいろ聞こえるわ。邪魔でそう、まあそうでしょうね。はい、じゃあじゃんけん。ジャパニーズスポーツ新聞、はいはい、ワンピーガーさんのが羽田さんで、ツービーガーさんラッキークローバー。まあ羽田さん、これが初触りです。で、キャラどうしようって言ってランダムで決めようと。え、あれがない、ないですよ。バナバス、バナバス、アイミー、アイミー、はい、押して、で、横でずっと押せばいいのかな。頑張りたいですよ、私。目つぶって、さあ、僕の最初のキャラは何になるか。私の実力、見せてあげるわ。待っていたぞ。ちょっと大変ですね。行こう。うん、なんか世間的にね、今のところ静雄となんか見事が弱いなんて話したわけだよね。まあこの私どうなんだろう、弱いって言っても別に戦えないことないですよね。弱いと言って戦えないわけじゃないっていう。お願い、実際にやるとやっぱ難しいですね。さあ、やっていきましょう。言うてもラッキークローバーさんもそこまでやってないけど、あー、なんかチャリが来た方がうまいと言う。逃げるよ、グラララだっけ。おー、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 僕にやらせてください。行くわよ、なかなかやらせてない。行くわよ、まっすぐ下がると時間を置いて斜めに飛ぶ長男が。こっち、いや、お願いして。さあ、まっすぐ進めていくか。一緒に行くわ、行くわよ、ダメージを引き継ぎは。ここで合点していく。準備できました。ちなみに今日の斜め射撃は空中ガードを取りまして、投げ、こっち、誰に使ってくる。よいさー、さあ、キングが当てる。こっちもキルを当てやる。こういうゲームですよね、これ。あ、そう、レーレンカーはレールガン、ゴー、はい、よ、まだ、やれるんでしょ。一回で2つ使っていく。いや、まあいいんですけどね、負けたら1つ増える。で、最大を取ったんだね。1ラウンドで1回使ってもいいですよね、他によって。やってるの、やってるの、まだ、まだ、はい、はい、次、大丈夫、どうだ。あーと、バイクを呼ぶか、どっか行っちゃう。呼び方が弱いですかね。どっちだか忘れちゃいました、大丈夫か。こんなに弱いぞ。なかなかいるぞ。いや、俺、こんな程度、まだ無理、行くぞ。あ、なんかあの、行けんだ。まだ行けない。さあ、ガブルが上がったぞ。えい、キーフ上がっていく。
大丈夫。そうだ、よくもやってくれたわね。しかも集団技もね、総裁判断ですよね。追加を出してるとああいうふうに冗談で言うんですけど、やっぱ隙はありますから。大丈夫、どうなんですか。力ってかけ合おうとしたいと思う。なんかやるじゃない。まだまだかな。食べていく。何が何だかわからない。待ってて、クリーナー。アイス、大丈夫、どうだ。皆さん、何を逃がさない。お願い。さあ、わざ確認している。もう時間だけですよ。わざ確認していこうという際ですか。違う、していくよ。投げはスパキャンできますか。諦めてます。お願いします。戻ってくる。やりました。これがどっちのサポなのか。Lサポ、横サポなのかな。やー、タパワーしたらパワーバスできる。この状態はね、ゲームが自然状態ができますね。あと 20% だからね、カレクロン。クリーダーよ。ステード。お願い、待って待って。なんか下段の技が出てくわよ。マリが強いんですよね。こういうなんか、ね、変な空間あったりするんでね、この辺が使いづらい。大丈夫、どうだ。空中出す前に、ダメです。あわやるのは A 連です。とがめていい。OK、 行くわよ。今のは止められる。ケイにやらせてください。トイが出てくる。これサムネやな。わかったかな。すいません。ゾンビがにあるわ。まだ行けます。ついさー。さあ、空中ガードはフローです。これはということで、センスを絡めるお店にいた羽根さんの感じです。おめでとうございます。目の前にハードルが置かれたらそれを飛び越えないと気がつかない。さあ、見事が前から時だった羽根さんでした。ごめんね。はい、じゃあ違います。